ちょうどそのモゴ君とあのオニアと俺でパチンコ打ち行ったんですよ。俺最近パチンコばっかやってんな、断るごとに。しかも一人で行かずに誰かと遊んだ時に遊ぶ手段がパチンコなんだよね。友達と遊ぶ目的なんだけど、その手段がパチンコなんだよ。いや違うな、もう逆だわ。今最近友達と会うのを手段にしてパチンコやるのを目的にしてるかもしれない。いやあれもさ、もう言ってもいいのかな、んかさ、まあなんかめちゃめちゃなんかさ、オニアってさ、ちょっとほんとパチンコごめんね、もうまあもう見の周知の事実かもしれないけど、あいつね本当に多分配信者1狂ってるの。そうで、あいつは多分自分で狂ってないと思ってるけど本当に狂ってるの。ねまずね、これパチンコ知らない人もいるからちょっと申し訳ないんだけど、まあ、ちょっと分かりやすく言うと、最近のパチンコとかスロットって音量調整ができるんですよ。で段階1から10ぐらいまであって、で、まあ、確かにさ10とかになるとめちゃめちゃ爆音なの、もうクソうるさいの。そうで、あいつってパチンコってお金が欲しい、ギャンブルのそのなんかこううわーみたいなさ、そういう感情を得たいんじゃなくて、リゼロが好きすぎちゃってリゼロの音楽を聴きに行きたいと。なのにだからね、俺とモコくんはパチンコを楽しみたいんだけど、あいつはまっちゃん、モコ先生何やってんすかって、ここライブ会場みたいなもんですよって、爆音で流さないとダメでしょつって、この両方のさ音楽をで、うるせえって、うるさいってで、いいよ4とか5でつって、いや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 、こんな状況で僕はやりたくないって、銃にしてこうやって、ああもう分かって、まあ、であいつ止めらんないから、あいつもうやめてっつって、もう止めらんないから、もうこうやって銃でさこうやって、うん、だからリゼロがね、そのお店が4台しかないんだけど、で3台あるじゃん、でもう爆音なんだよね、リゼロだけ爆音なの。そうマジね、一回銃で撃ってみてほしい。撃てないから、もう、そわそわして、もう周りからの、なんか視線が、みたいな感じですね。そう。で、まあ、結果的にさ、これパチンコは3人とも負けたんですよ。マイナス3万ぐらいみんな大負けして、もう2万5千円目ぐらいとかもうそこそこイライラしてきて、俺もタバコスパーみたいな感じでさ。で、なんか、なんだっけな、オニアもなんか、うわーみたいなさ、うわーみたいな、なんでだーみたいなさ、そう感じで、そうで、モゴ君も大パンじゃないんだけど、なんかこうやってさ、ちょっとこうやってそうなんだよ、イメージ的に言ったらば、悟空が魔人ブーの戦の時の天下一武道会の時のパンチングマシーン測るぐらいの、ダーンじゃないっすよ、こうやってチョンってやったんだけど、遠くから見てる店員がもうしびれを切らして、そうね、俺もさタバコ吸ってたから、なんかマスク外して打ってると思われて、うん、でダーンってさ後ろから見てるから、あいつ大パンしやがったっつって、うん、そうすいませんって、これ以上もし、やるようだったらば、同じようなことをするようだったらば、ちょっとここで遊戯はできないんでっつって、っつって、そう、まあ、これは本当に、ね、ごめんなさいって言ったんだけど、ただ大パンしないんだけどね、でもね、そうだ、大パン注意されたんだよ、めちゃめちゃ、うん、大パンめちゃめちゃ注意されたんだけど、こんなだよマジで、やるわ今。じゃ本当にね、これ俺モコ君の隣打ってたからよく分かるんだけど、どのくらいで打つたか、どのくらい大パンかさ、こんぐらいいいよね、別にね、こんぐらい、こうじゃないよ、こうじゃないっすよ、うん、こんなもんすよ、ほんと。うん。あ、ダメ。あ、そう。だ俺見たかったんだよな。俺それで注意されてる瞬間、あ、これ来るぞと思って。リアル、こっちは客だぞ。これ来るかもしれんって言ったけど。うん。リアル、こっちは客だぞ。来るかなと思ったんだけど。今俺っすか、だからまあやっぱりまだ見れなかったね。いつかリアルこっちは客だぞ見たいなと思ったんだけど、うん、オニアは俺一緒にパチンコ打ち行きたくないし、飯もあんまり打ち行きたくない。でも好きだよ、すごい。一人でパチンコ行くのと、オニアと二人でパチンコ行くのは、一人で行ったが楽しさはある。だってあいつさじゃあ本当恥ずかしいのがさ、なんつうの、打ってんじゃんね、
これさ、ごめん、またちょっとパチンコ話になります、申し訳ないです。ただちょっとためになります。パチンコの仕組みも分かるし、パチンコ打ちたくないなってちゃんと分かるから。あのね、あのパチンコってさ、ボタンっていうのがあるの。たまにあのおばちゃんとかでさ、こうやってあんこうやって当てたりとか、こうやってあの魚群をこうやって手でこうやってさ、こうやってこうやってやったりする動画ってたまに見たことあると思うんだけど、うん、あのねボタンプッシュに意味はないんですよ。これも意味がないの、うん、本当に意味がないの。ボタンプッシュをするしないに、おいて当たるか当たらないかは絶対変わんないの。これはもう絶対変わんないの。入った瞬間なの、玉がね。であいつはあの押した瞬間に変わるって信じてて、あのグラサン取って待つ俺の魂のボタンプッシュ見ててくださいっつって、おでこでこうやって押すんだよ。こうやって当たれードーン、ジャカ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 、おめでとうスバルくんみたいな感じで、うん、あれイカれてるってマジで、ほんと恥ずかしいんだよね、こうやってね。そう、恥ずかしいんだよ。どのくらい持ってるかこれ、ちょっと聞いてみてくれよ。本当だからマジで。あいつ異世界転生してるだろ、あいつ多分。あいつ自身が。あいつ多分なんか、この、ねえ、なんか今昨今の日本人の性格じゃないよ。なんかこう、一歩引いたりとかさ。なんかこう、そういうのじゃない。なんかもう、前に前に、自分をガン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 。持ってるって思っちゃうよな、この話な。確かに。俺自身も自分で言ってて、なんかやっぱり人から聞いたら信じがたいもん。こんな持ってるって思っちゃうよね。はたぶんあいつ異世界転生してるぞ。あいつウニアタワーマン、いつあウニアでタワーマン住んでんのっていうか、あいつすごいな。あいつタワーマン住んでんの。 なんかあいつの俺個人情報そんな知らないんだけど、俺タワーマンってだっていくらぐらい住んだろうな。5、60万ぐらい住んじゃねえか、都内だったら。すごいな、あいつ。あいつだってツイッチさ、ツイッチ収益化してないでしょ、確か。そもそも確かそうだったと思ったけどな。あ、したんだ。あ、そっか、最近したんだ。ユータの家賃の2倍らしい。すげえとこ住んでんな、あいつ。ロマンチストだからな、そういうのもな。なんか、うん、なんかさ、お金をみんなに見せつけるとかじゃないんだよ。なんかね、ロマンチストなの、なんでも、うん、自分をこう燃えるような条件に、環境下に置くのがでも好きなんだよな、あいつ、うん、なんで追い出されたんだろうな、それ知りてえわ。俺はそれ聞いてねえけど、うん、野望だしと思って、うん、なんかまあいろいろあったんだろうと思って。そう、騒音、騒音なんだ。防音室買えばじゃあね、解決するのにな。なん30万だか60万だかね、多分ちょっとあれだけど、予想だけどさ、払う金あんだったら防音室置きゃいいのにな。うん、